はい、皆さんこんにちは、ゆりさと申します。本日は鎌倉殿の13人第25話を俳優名でストーリー解説していく動画になります。小栗旬が、大泉洋が、小池栄子がという形でですね、俳優さんの名前でストーリーをなぞって復習していきます。そんな動画見るつもりないんだけどって誤って開いてしまった方はですね、上のリンクから徹底解説動画というですね、今回、義時のシーンでですね、鈴が鳴らなかった理由であるとか、頼朝のシーン検証であるとか、シーンというかその落馬検証であるとか、そういった動画もアップしておりますので、もしよろしければそちらの動画に映っていただければと思います。こちらの動画は一部の方に好評でございますので、本日も一部の方ぜひコメントいただきながらですね、楽しくお話ししていければと思いますが、楽しくと言ってもですね、テンションは高くいきますよ。テンションは高くいくんですけれども、今回はですね、やっぱり第1話から第24話まで、言うならば散々いろんなことをしてですね、我々視聴者の怒りも買った大泉洋さんが落馬するにあたってですね、結構こう、我々視聴者をしんみりさせるようなですね、こう、心にこう響くような、45分間でございましたので、もう目次完全にふざけてるんですけれども、ちょっともうなんちゃらな大泉洋って形でですね、10個ほど本日は、復習していきたいと考えております。じゃあまず前提条件からお話しさせていただければと思うんですけれども、前提条件というのはつまるところ第24話までどういう話であったかということですけれども、第24話まで特にここ2話ぐらいですね、敵討ちの一件で死にかけた件であるとか、前回は南沙羅さん演じる大姫が、自分の娘が亡くなってしまった件であるとかで、結構死を意識しながら大泉洋さんっていうのは怯えて暮らしているという側面があります。でそれに拍車をかけるかのように、毎晩悪夢を見るようになっていて、どんな夢であったかというと、小池栄子さん、自分の妻らが自分の亡骸遺体を囲んで泣いている夢であると。なんでこれをもうしかも毎晩その夢を見るという形だったので、完全にその何て言うんだろうな、特に当時のその仏であるとかそういったものを信じる、っていう前提で建前で考えれば、もう完全にその天から誘われている、死に誘い込まれている、呼び込まれているっていうような感じで怯えているという感じですよね。言ってもですね、これ別に大泉洋さんに限らずですけれども、人間死を目の前にした時に、死にます死にませんってなったら、よほどお辛い方じゃない限りはもうちょっと生きたいじゃないですかっていう風になった時に、とにかく死にたくないわけなんですよね、大泉洋さんとしては。なので、自分の弟である新納慎也さんに相談をして、こういうことをしない方がいいよと。こういうことをしなければ、その死っていうのは遠ざかっていくんじゃないかっていうアドバイスを受けます。もちろん、思いつきのアドバイスが大半だったんですけれども、一応アドバイスを受けます。で、NG 事項は全部で5つでして、恨みを持つ者の縁者に気をつける。例えば、過去に自分が誰々を殺せって言ったら、殺せって言った相手はもちろん死んでいるけれども、その親戚であるとか、いとこであるとか、孫であるとか、そういった人たちには気をつける。それに、だからその縁者自体が恨みを持ってようが持ってなかろうがどうでもよくて、やっぱりそういった殺せしまって、もしその人が生きていたら恨まれているだろうっていうような、その縁者に気をつけるという形ですね。で、久しぶりの者との対面を控える、赤を避ける。赤というのは、松平健さんが演じていた平清盛、あれ、平家と言われておりましたけれども、その平家が赤でありましたので、その赤を避けるようにという形ですね。で、命を吸い取られるので、赤ちゃんは抱かないと。そして、昔を振り返り、人に先を託さないと。この5つの、アドバイスいたしました。なので、この5つは極力避けていこうということになるんですが、時間をかけて、この5つがどんどん降りかかっていくというのが今回の話でございました。もう誰も信じられない大泉洋さんということで、誰も信じられないんですけれども、そんな中ですね、まずは、自分の最側近の一人である主人公の小栗旬さんが、大泉洋さんの近くに来るんですけれども、それに先立ってですね、大泉洋さんの弟である迫田孝也さん、先週亡くなっちゃいましたけれども、をそそのかしたのは、その鎌倉殿になるっていう風にそそのかした、焚きつけたのは佐藤二朗さんであるっていうことを大泉洋さんは噂を耳にしました。その流れの中で小栗旬さんが大泉洋さんの元に来るんですけれども、小栗旬さんは自分の最側近であり非常に信頼している御家人の一人ではありますが、自分が殺せと、命令して実際に殺した浅野和之さんの孫にあたるので、今その小栗旬さんがもうそれを割り切って心の底から仕えていたとしても、少なからず亡くなってしまった浅野和之さんからは恨まれているであろうということで、恨みを持つ者の縁者に気をつけるに当てはまってしまうので、小栗旬さんが近くに来たらちょっと距離を取ってくれというふうに言う形となりました。そして
死を意識してしまってるし、この自分の弟をそそのかしたのは御家人の一人だしってことで、信頼に対する不安を吐露いたします。もう本当に誰も信じられないという心意気ですよね。こう周りの人に対していつか自分を裏切ってしまうんではないかっていう、その疑心暗鬼のもとに、そもそも毎日自分が死ぬ夢を見てしまっているので、もう病んでるっていう状態なわけですよね。なので、まあ、気持ちとしては分からなくはないという感じですね。血の気の引く大泉洋ということで移っていければと思いますけれども、今回はこの頬付きの話でございましたね。ここは NG 事項2と3とダブルで振りかかっておりましたけれども、久しぶりの者との対面を控えるという中で、御家人の阿南賢治さん、岡本信人さんの2人がですね、久々にやってきましたけれども、久しぶりの者との対面を控えるので、まあ、廊下でばったりしてしまったんだけども、じゃあってことで急いでそそくさと逃げるという非常に不信感と、不審者のような動きをしておりましたね。そしてこの宝月の赤ですけれども、宝月の赤を、まあ、小池恵子さん、妻である小池恵子さんに頼まれて、小栗旬さんの弟である瀬戸康史さんが宝月を、まあ、居室に飾っていったけれども、当然赤なので赤はいかんのじゃということで、まあ、すぐに飾ったものは片付けるように命令をいたします。災難はまだまだ降りかかります。赤ちゃんを抱きたくない大泉洋さんということで、ね、この場面写真私結構なんか好きなんですけれども、ではね、まさかね、放送ご覧になれた方大半だと思いますけど、この動画見てもね、まさか寝てるとは思いませんでしたけどね、この状況で。目を上げて寝てるのかって感じでございましたが、赤ちゃんを抱きたくない大泉洋さんなんですが、自分の息子である金子大地さんと、そしてこの佐藤二郎さんの娘との間にですね、まあ、長男が誕生いたしました。で、これ別に、鎌倉殿であろうが、大泉洋さんであろうが、なかろうが、こういう、なんつうの、赤ちゃん生まれましたって場だったら、抱いてあげてくださいって、まあ普通なりますよね、今現代でも。なりますので、抱いてくださいってなるんだけど、まあ抱きたくないんですよ。抱きたくないけど、抱いてくださいって言って拒否れないよね。拒否れないので、もうしぶしぶ抱くことになったんですけれども、まあその、このシーンで一番大泉洋さんが恐れをこう、感じたのは多分、この比企尼を演じてる草笛光子さんのですね、状況なんですね。こう、自分の育ての一人なわけですね。自分育ててくれた、まあ、乳母と呼ばれる一人なわけなんですけども、こう、話しかけてもですね、表情を一つ変えないわけですよ。なんか、それこそ我々視聴者もね、なんか、もしかして本当はそこにいないで幻覚なのかなとか、なんか一瞬私も勘ぐったんですけれども、本当に結局一言もその、大泉洋さんの問いかけに何にも言わないので、大泉洋さん怖くなっちゃって、そそくさとまあ、この場を出て行ったんですけれども、その後、どうされましたって言っていたので、幻覚じゃないってことが分かりました。じゃあ、やっぱり黙っていたのは、その、先週ね、こう言うこと聞かなかったことに恨みとかがあるから黙ってんのかなとか思ったら、あ、寝ておりました。近頃はよく寝てしまいますね、みたいな、ただのギャグシーンであったということで、ギャグすらも、大泉洋さんはもう恐れるような状況になっているという感じですね。はい。なんですけども、そんな佐藤二郎さんを信用できない大泉洋さんでございますけれども、なんと、この人が動いたわけでございます。ね、先ほど話した通り、迫田孝也さんをそそのかしたのは佐藤二郎だとね、佐藤二郎だということでございますけれども、なんとその噂を流したのは坂東彌十郎さん、主人公小栗旬さんのお父さんで あるということが、わかりました。ね。でも、坂東彌十郎さん来て、まず愚痴を言うんですね。これの一個前で話した通り、ライバルの佐藤二郎さんの娘と、鎌倉殿の息子の間に、子供が生まれたわけですよ。そういう風になると、その子が、後々の後取りになる可能性があるので、そうすると、この佐藤二郎さんと坂東彌十郎さんの今、ライバル関係で主導権争いをしてるような感じなので、うまくやりやがったの、このままじゃ俺も危ねえや、みたいな感じで愚痴を言いに来るんですけれども、そしたら、小栗旬さんが、いや、でも、大泉洋さん、なんか佐藤二郎さんのこと警戒してて、なんかそのまんまうまくいきそうな感じもないっすよ、みたいな感じでこう、報告をするんですね。そしたらですね、ああ、あの噂は、わしが流したんだ、という形でですね、まあ言う子たちとなります。別に嘘流したわけじゃない。まあ噂だけれども、まあ嘘、がっつり嘘ではないので、事実なので、まあいいんだけれども、という形で、まあ噂を流したのは彼であるということがわかりました。で、まあこの状況を整理するとどうなるかっていうと、大泉洋さんは、まず佐藤二郎さんのことを不審がっていますよね。不審がっているわけなんですけれども、そうすると、先ほどその赤ちゃん抱いてましたけれども、佐藤二郎さんの娘と自分の息子との間に子供が生まれたわけですけれども、その息子の性質に佐藤二郎さんの娘がなる第一奥さんになってしまうと、結局その、比企家と呼ばれる佐藤二郎さん一族がより権力を、持ってしまいますので、それをちょっと避けたい。疑心暗鬼になってから避けたいってことで、正直難色を示していました。そんな難色を示す大泉洋さんのに手を差し伸べたのは、
彼でございました。山本浩二さんでございますね。ね、まず山本浩二さん、山本浩二に癒される大泉洋って変なタイトルつけちゃいましたけども、まあ、息子の金子大志さんが、大泉洋さんの息子の金子大志さんが、実はこの佐藤二朗さんの娘以外に別に愛する女性がいるんだという形で女性の存在を打ち明けました。で、別に愛する女性がいると打ち明けました。なんですけども、それをこの金子大地さんは主人公の小栗旬さんに対して言ったんですね。なんですけども、なんか後ろで手組んでこういうふうに、なんでお前がいるんだと、本当だよと思いましたけども、なんでお前がいるんだってことでですね、言ったらですね、なんかどうやらこの別の愛する女性っていうのを、この山本浩二さんが取り持ったと。まあ、育ての関係とかでね、要は近い縁があったのでということで取り持ったということを認めました。で、その女性どこから来たかっていうと、どうやらその女性のママの出身の家は源氏であると。ここはちょっと俳優名で言えないで許してね。その要は大泉洋さんとかって源頼朝って言われてるじゃないですか。で、当時その近い親戚とかで結婚するとか嫁ぐとかって全然自然なことだったんで、それは一旦まあ割り切るとして、大泉洋さん的には今佐藤二朗一族を警戒してるわけですよね。っていう風になると、すごい妥協点で言えば、佐藤二朗さん一族じゃない人が自分の息子と第一奥さんとでという形で結婚してくれれば一番いいわけだけれども、プラスして自分の出であるその源氏と呼ばれるところだと血筋がこう血が濃くなるじゃないですか。その厳粛な感じもあるのでね。なので源氏一門であるということで、大泉洋さんは万々歳じゃということで、好都合という形でお墨付きをもらいました。なので、佐藤二朗さんの娘はもうすでに赤ちゃん一人産んでくれてるのに、側室第二奥さん一家になるという形となりました。それによって佐藤二朗さんがどう出るかとか今回描かれませんでしたけど、まあ、この辺が一応今後圧力を生むきっかけには正直になってしまいます。で、そんな流れの中で供養行事に向かう大泉洋さんということで、供養行事のために、相模川へ向かう形となりますが、ここで NG 項目最後、昔を振り返り人に先を託さないっていうことに直面してしまうこととなりました。中村獅童さんに椅子を託すんだけれども、道中で自分のライバルだった青木宗隆さんを振り返る行動をしてしまうこととなりました。まず、供養行事って何かというと、供養行事というのは、小栗旬さんの妹が3年前に病死をしております。で、当時その供養のために、みんなのため、みんなが使える何かを作るという、まあ、追善という形で、橋を作ることによってこう供養しようという形で、相模川に橋をかけて、まあ、その、まあ、完成披露式典みたいな形の行事をする形となりました。で、留守は中村獅童さんに託すんだけれども、この時点で人に先を若干託してはいるんだが、まあ、それは置いといて、で、とりあえず相模川に行くんだけども、片互いというのをしていこうという形になります。今でも、まだちょっとあんまり信じないんだけど、まあ、今で言うと、ほら、北はちょっと縁起が悪いとか、なんか南はどうこうとか、日によって違ったりとか、まあまあいろいろあるじゃないですか。まあそういった形で、そのまま相模川に行くとなんかちょっと縁起が悪そうだから、一旦北に行ってから下ることによって、方角的な意味での、ちょっと験担ぎみたいなものもしよう、片互いをしていくこととなるんですが、その道中、横田栄治さんの館へ立ち寄りまして、この青木宗隆さんが愛していた女性である秋元才加さんと対面することとなります。で、当然秋元才加さんからしたら、ね、その大泉洋さんの指令で青木宗隆さん死んじゃったので、まあ、ちょっと恨みは正直あるわけなんですよね。まあ、会いたくないっていうのが本音だったんだけれども、まあしょうがないので会うことにしたと。で、会ってみたら大泉洋さんがですね、想定外のことを言うこととなりました。世を正したいという思いは一緒であったと謝罪をしました。申し訳なく思っていると謝罪をする形となりまして、なんか本当にね、こう我々視聴者からしてもね、大泉洋さん今までまあいろんなことがあって、それこそ SNS で全部大泉のせいみたいな感じで言われていましたけれども、で、なんか一つ一つこう懺悔じゃないけれども、なんか本当こう死への準備をするような展開っていうのが順番に繰り広げられてきておりましたね。はい、そういう流れのという流れの中で供養行事はつつなく終わったんですが、供養行事後の餅作り、大泉洋さんはそこで命拾いということで、供養行事滞りなく終了で、その後、まあ、餅作りを、するんですけれども、まあ性格出ますよね。リックさんは、汚れたくないので廊下に出て大泉洋さんと話すことになるんですけれども、まあ、そこでいろいろとね、話をしている中で坂東彌十郎さんが来まして、坂東彌十郎さん、これ坂東彌十郎さんが餅とお酒を持って来まして、一緒にこう談笑をしていてね、わしに不満はないのかみたいな感じのこととか、また心配だから大泉さん言うんですけど、あるわけねえじゃねえですかと。多分あれ本音でしょうね。本音は本当にないと思うんですけれども、そういった形で話をしていたら、大泉洋さんがいきなりこう黙り込んだわけですね。みたいな形でですね、喉に餅を詰まらせてしまって、私ね、喉に餅を詰まらせたこともないし、
そういう場面に他の人がなってると思う。見たことないんだけれども、聞いた話の通りで、本当こうなんだろうなと思いますよね。その、溺れた時もそうだけども、溺れたら溺れて助けてって何も言わないで静かに溺れるって聞きますし、もちろん喉に詰まらせた時も、こうバタバタするよりも必死だから、もう息吸えないってことに必死だから動きもできないって聞くので、なんかパッと横見たら餅詰まらせていたって形でしたけれども、まあ誰が来てくれっていうふうにこうバンドやジョーさん叫んだら、そこで小栗旬さんが来て、えいと背中を叩いてなんとか餅は、背中から飛び出すと、背中から喉から飛び出すという形となりました。という流れの中で、大泉さんちょっと落ち着きを取り戻しまして、悩み抜いた大泉洋さんは、小栗旬さんと二人で会話をすることとなりました。これが最後ともなるとも知らずにという感じですね。まあ大泉洋さんは、その自分のね、この今鎌倉殿と呼ばれている、まあ、征夷大将軍という座を自分の息子である金子大志さんに託して自分は大御所になると言います。まあ今で言えば社長が会長になるとか多分そういったことだと思う。代表権を返上するとかそういったことだと思いますけれども、まあ会社じゃないけれどもね、まあ定めに抗うことはしないと言うと、ね、怯えて暮らすのも時間の無駄だと晴れやかな表情で言って、まあそれがいいんじゃないでしょうかというふうにこう、小栗旬さんも言う形となりました。そしてその後鎌倉に帰っていくわけなんですけれども、帰路にて大泉洋さんは落馬するという形となりました。最側近である野添義弘さんと一足先に帰ることとなりましたけれども、道中で馬の上で右手がしびれ、右半身にしびれが広がり、おりんの音、鈴の音が鳴ったと思ったら意識が遠のき、そのまま落馬となりました。シナリオブックを見るとこの時点で即死したわけではございません。当然意識不明な状態になりますけれども、その状態で鎌倉に運ばれるってところが来週のスタートかなというふうに思いますという流れでございました。でこの動画はあくまでもストーリーの流れをまあ解説するもので細かく言いませんけれども、一応昨日アップした徹底解説という動画、月曜日にアップした徹底解説という動画の中で、まあ、様々な視聴者の皆さん、それこそ内科医の方とか元看護師の方とかからもね、コメントいただきまして、で、まあおそらくこの落馬に関しては、脳梗塞であったという形の説が、多いですかね。まあとにかく脳の、まあ、要は毒殺とかではなくて、脳のまあ病気の何かで、意識をなくしてしまったんであろうというような説が、少なくとも私の視聴者の皆さんと私の中では濃厚です。理由としては、右手が痺れて右半身に痺れが広がっていったんですけれども、毒の場合ってやっぱり全身に回ったり、それこそ胃から来るとか、嘔吐が伴うとか、そういったこともあるようなので、右手からの右半身痺れ、で、あと途中で喋りも最後、一番最後、わしが北条とみたいな、北条とみたいな感じで、喋りも最後、言語障害が出ていたので、言語障害って左脳らしいんですよね。左脳の障害らしくて、左の脳が障害を受けると右側にこう、障害というか痺れとかね、そういったものが出るとのことなので、なるほどなというふうに、私詳しくないんでね、あくまでも伝聞でございますけれども、まあそういった形ということで、毒殺っぽく、見える部分もありましたけれど、そういうふうな、捉え方をされてもいいように演出してんだと思いますけど、まあ脳の病気であるというふうに考えられますね。あとはそれこそ糖尿病であるとかね、そういったものが助長したんではないかとか、もちろんそういったこともありますし、餅を詰まらせたことが原因な可能性もありますし、それこそでも餅を詰まらせてる時点でうまく飲み込めないっていう初期症状が出ていたのではないかとか、本当に諸説ありますけれども、とにかく、事実というか物語の真実としては、これでもう元気な大泉洋さんを見ることはもうできないという流れで、来週悲しむ前にというタイトルの通りでございまして、まあ来週頼朝の死を前にしたこの主要登場人物の面々どう立ち回るか、これが第26話となります。以上です。いやー、 大泉洋さんを散々この俳優名解説で揶揄してね、来たこのチャンネルでございますが、いやー終わりですかこれで。いやーって感じですね。なんかまあ、25話でこれ一応前編終了みたいな感じですので、まあ、来週から後編ですね。鎌倉殿亡き後、大泉洋さん亡き後、御家人たちの権力闘争は激化いたしますので、来週以降も物語はより楽しいものに、ね、激しいものになっていくと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。まあ、様々な動画を私アップしておりますけれども、まあ、この動画が一番肩の力を抜いて楽しく解説できる動画でございますので、引き続き一部の方々応援よろしくお願いいたします。ということで本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。